マイケル・ハッチェン・スイム・エクセスは、オーストラリアのファンクロック・バインド。1980年代から1990年代初頭に、かけてファンキーかつダンサブルなロックでヒットを飛ばし、オーストラリア出身のバンドとして、世界的成功をつかんだ。1977年に、ボーカリストのマイケル・ハッチェンス、ファリス三兄弟を中心に結成され、1980年にデビュー。 地元、オーストラリアで人気を獲得した後、1983年にサードアルバム、シャブ・ユ・シュバーでアメリカ進出を果たした。1984年には、当時の売れっ子プロデューサー、ナイル・ロジャースが手掛けたシングル、オリジナルシーンを発表した。バンドは、当初のニューウェーブからファンクロックへと音楽的方向性を転換。1985年、プロデューサーに、 クリストーマスを迎え、リッスン、ライク・シーブズを発表した。シングルカットされた、ホワット・ユー・ニードは、全米5位の大ヒットとなり、ファンクロック路線は成功した。ファンキーさを強化した、アルバム、キックからは、88年に、全米ナンバーワンとなった、ニード・ユー・トゥナイトや、ニュー・センセーションなど、4曲のヒット曲が生まれた。なお、メジアテは、キック中の曲だが、ミュージックビデオは、 ボブ・ディランのドキュメンタリー映画、ドント・ルック・バック、ドント・ルック・バックへのオマージュである。1990年の X も好調だったが、ハッチェンスは俳優に挑戦したり、カイリー・ミノーグラと浮き名を流した。この後の作品はセールスが加工したが、1992年にリリースされたアルバム、Forever You、Are、は前衛1位を記録。翌年に続くアルバム、 フルムーンダーティファーツは前衛3位だった。1997年11月22日、ハッチェンスはシドニーのホテルの一室で自殺。バンドは存続の危機に立たされる。それでもテレン・ストレント・ダービーら何人かのボーカリストをゲスト起用しながらライブ活動を続けた。2005年、アメリカのテレビ番組の企画でバンドは新しいボーカリストを募集。 オーディションで12週を勝ち抜いた JD フォーチュンを迎えて復活作を発表した。しかし2009年、フォーチュンは香港に到着した際に解雇された。ありがとうございます。